マリナが教えてあげる。こんにちは、松本マリナです。ドクターの元上です。 MC の立花です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元上チャンネルでも結構数多く動画出してきてるんですけれども、はい、今回のテーマ、早漏ですね。以前の内容で、理想の、挿入時間、大体何分ぐらいがいいかっていうと、大体10分ぐらいが、いいんじゃないかと、で、早漏の人は、他の部分で頑張ろうというお話も、おっしゃっていました。はい、そこでですね、私思いました。はい、毎日も聞きたい、早漏でも女性を満足させられる具体的な方法を知りたいということでですね、今回は早漏の、女性を喜ばせられるですね、いわゆるセックス攻略法っていうのを、聞いていきたいと思います。はい、マリナ様のですね、思うことで結構です。はい、どういうふうにしたら嬉しいかとか、その辺をちょっと聞いていきたいと思います。はい、以前、元上チャンネルでですね、加藤隆さん、出演していただいた際に、このも早漏の心得聞いておきました。私も見ました。はい、大事なのはですね、はい、挿入以外の部分前儀で満足させること。そうですね。そして腹式呼吸ですね。はい、先生覚えてらっしゃいますか？今思い出しました。はい、肺呼吸ではなく腹式呼吸で冷静さを保つということで、いろいろ伝授してもらったんですけれども、今回はですね、マリナ様に、伝授してもらいたい点としましては、まず一つ目が、早漏の心得、そしてもう一つが、前儀ですね、そして、挿入ですね、そして最後に、事後ですね、をちょっと聞きたいと思います。はいはい、すみません、ちょっとテーマが長くなったんですけれども、はい、まず一つ目、はい、早漏の心得、これはですね、前儀から挿入までの、セックスの、通常の流れなんですけれども、はい、挿入しちゃうとすぐに射精してしまうので、はい、その前に頑張るべきというところでお話はあったと思うんですけれども、はい、前儀ってまず程よい時間って何分くらいとか、そういうのってあるんですか？前儀、挿入する前の時間ですね。はい、程よい時間、はい、その女の子によるんでしょうけど、はい、マリナタイムはね、すごいせっかちなの。あ5分したら行ってくださいって言われるのに、まだ3分しか経ってないですよ松本さんって言われちゃうぐらいせっかちなんですけど、はい、あ、マリナ様がせっかち。そうそう、私の時間がこうすごくせっかちタイムなんですけど、はいはい、5分ぐらい。あ、5分で十分ってことですか？ごめん、てん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 なっちゃった。いや、そのセックスの時間の総時間は、プライベートな話ですよ。はい、何分ぐらいで終わらせたいとか、長いぐらい。トータル、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 トータル1時間あったらもう満足でしょ。あ、まあまあまあ、そうですね。それ長いよね。だから30分で全部だと思う。私はせっかちだからそうなっちゃうけど、挿入10分15分、はい、だとしたら、挿入後もちょっと何スキンシップなのがありって入れるとやっぱり5分10分じゃん。5分10分、あ、そんなもんなんですね。5分10分だともうトータルこうあれすると。でも前儀って男もしたり女もしたりじゃないですか。そうそうそう、そうですね。その半分ぐらいですか。そうですね、相手にするのが5分10分で、してもらうのがまた5分10分だとまたマシマシになるじゃないですか。それだと長い。うん、それだとこうちょっと今日マシマシな濃厚な時間に。お互い10分だともうそれで20分は長いってことですね。そう、ちょっとね、私は結構早いイメージです。早く入れたい。カメラ目線で言っちゃった。早く入れたい派だから、私が。なるほど。それはその前儀よりも挿入の方が気持ちいいからですか、具体。それとももうある程度もうそんな時間かけない感じなんですか？いや、棒が欲しい。挿入がいい。挿入がいい。私はね、はい、挿入がいいから、はいはいはい、めんどくさい時なんかはすっ飛ばしてすぐ入れちゃうようなタイプ。どっちかって言ったら。なるほど、はい、ただそうすると逆に早漏の人に対しては結構プレッシャーです。でも、でね、私自身のプライベートは別に早漏の時とそうじゃない時ってあるじゃない、同じパートナーでも。はいはい、なんか今日調子が
とても悪い、なかなか出ない、うん、あれっていう時と、あ、なんかすっごいすごい早く出て、すごいいっぱい出ちゃったっていう時と人ってあるわけじゃないですか。だから自然に任せて、私別に早漏で行っちゃう日もありだと思う。でもね、あの、はい、多分ここの今回のテーマはもっと早漏なんですよね、うん、長持ちすることができない人、常に早漏。あ、常に早漏、毎回ですね、毎回早漏。あ、それは努力しなきゃダメだねそれはだから、その自分の気持ちだけにその神経を活かせないで、はい、違うこと、相手に尽くしてることに神経を注げば、自分は萎えたり、その、はい、すぐ行く方向には行かないので、自分の気持ちのコントロールだと思うけど。やっぱりじゃあその挿入時間が10分に満たない人、うん、はい、まあ、例えばじゃあ3分だとしたら、うん、その足りない7分の分をそこの前期相手に尽くす時間にプラスで当てるということですね。そんなに時間にこだわるそんなにタイムにこだわる、時間割り、定義が欲しいんですよ。あ、定義、はい、あの、まあ、攻略法と名付けたので、なるほど、まあ、どれぐらいなのかなっていう時間の定義がちょっと欲しくて、なるほど。まあ、マリナ様的にはだいたい前期早漏の人は10分から15分くらい、うん、それで、相手に尽くす時間を補うっていうのがまず一つです、うん、相当早漏だと10分は超長いですよね。絶対無理ですよね。で、無理でしょう。無理ですよね。だからもう違うこと考えてるしかないですよね、うん、自分の気持ちに特化しちゃうと、うん、勝手に早漏になっちゃうんだと思うよ。ソウロなんで今死んだの？あれ？さてや、ソウロだな。ソウロの人はそういうことをやってもそう射精しちゃうんですよね。あ、気持ち云々なくて。そうなんです。なんか刺激で、もう物理的な刺激で射精しちゃうんですよね。じゃあさ、刺激に強くなればいいんじゃない？そうなんですよね。うん、まあ、そうするとなると、まあ、うちで治療になっちゃうんですけど、あ、う、一気でクリニックだったそうでした、うちでやってきてる、まあ、そういう治療以外で何かね、どうすればいいかの話ですけど、今回のテーマは早漏の人に一皮をかぶすっていうのは、クリニックの話をしますと、人、うん、に注射をするんですよ、うんうん、そうすると鈍感になるの。そう、鈍感になって、わー、うん、最初の状態がまあ究極に早いとすると、うん、まあ、そこから鈍くなると、まあ、どういう時間になるとかっていうことなんですね。触らなくても勝手に射精しちゃう人っているんですよ。あ、それは大変だね、はい、それだと先生のとこ行っちゃうね。そういうことです、そういうことです、ね、もうあの結論出ちゃったなって。であと聞きたかったのは、まあ、その早漏の人、はい、じゃあ1分とか2分しか持たない人が、うんうん、じゃあ挿入しますと、はい、でも動いたらすぐに射精しちゃうので、うん、じゃあこれは止まるとか、うん、すごくスローに動くとか、うん、そういうのって OK なのかどうか。いやいや、それした方がいいでしょう。逆に止まってる時の方が気持ちよかったりするからね。あ、なるほど、はい、こするより止まってる、はい、でなんかこうじらしにもなるじゃないですか、女性に、女性に対してじらしにもなるじゃん、はい、動かないと、はいはい、あ、動いてほしい、はいはい、もっと来て、はい、もっと奥とか、はい、もっと手前とかなるわけじゃないですか、はいはい、だから絶対止まるのはありですよね。あ、大あり、あ、すごく大あり。止まってても、うん、感動的にやっぱり気持ちいいものなんですか。めっちゃ気持ちいいですよ、止まると女性の場合は共通なんですかね、それは。絶対共通だと思うけど。それは素晴らしい、あの、はい、これは効果出てきましたね。早漏の人は止まってくださいと。止まるってことですね。そうですね。こすらないことは早漏、うん、にはちょっといいかもしれないですよね。なるほど、うんうんうん、動いちゃうと出ちゃうから。そうですね。でも頑張らなきゃいけないから、ちょっとずつ動くとか、うん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 、動かなきゃいけないっていう気持ちは持つ必要じゃないってことですね、うんうんうん、そうですね。あとスローなのもいいと思いますよ。手前、中、うん、奥とか、いろいろこうスローにどう味わってるのかなっていう女性に対してさ、こう見れるじゃないですか、反応が。うわーってやっちゃうと何がいいんだかわからないじゃないですか。だからすごくいいと思うけど、逆に止まる、スローにするとは。出ましたね、はい、答えが。ジェローさんの答えね、はい、
結論としましては、はい、早漏の人、はい、セックスの攻略法としてはまず理想の挿入時間が10分だとしたら、うん、その足りない分を前戯に回す、はい、そしてじゃあいざ挿入した時には、うん、はい、止まると一つは止まるとそう、はい、ということですね。そう、はい、結論出ました、うん、はい、これでもう完璧に攻略ですね、うん、はい、あ、ちなみになんですけど、じゃあその止まるじゃないですか、はい、でちょっと動くともう射精しそうになるじゃないですか、もうそれはもうそのまま射精しちゃっていいんですか、はい、止まる、いや止まると困るのはための女の人が止まったからって腰をもうはいはいはい、それちゃうんですよ。そうですか。それ弱いかもしれないですね。どうも先生はそれに弱いらしいです。これで、まあ、明日から、ソロでも女性を満足させることができるということで、はい、セックス攻略ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。ペニスのことなので相談すら恥ずかしいと思う方も多くいらっしゃいます。丁寧親切にお答えいたします。勇気を持ってご相談ください。お問い合わせは概要欄をご覧ください。チャンネル登録もお願いいたします。待ってます。